キックオフ山形スタート。今日のラインナップ、山カルチョは来週いよいよ開幕、全国高校サッカー選手権県代表チームを取材。さらにブルイズモンティビオは藤本義樹選手未公開トーク、ストライカーの極意に迫ります。動きの初動がバレないですよね相手に。山形のサッカー情報盛りだくさん、キックオフ山形。アマチュアから話題の取り組みまで、山形のサッカー、カルチョをさまざまな視点で紹介する山カルチョ。いよいよ来週28日に全国高校サッカー選手権大会が開幕。県代表として出場するのは116人もの部員が所属する山形明誠高校サッカー部です。38チームが出場した県大会決勝では強豪羽黒と対戦し1対0で勝利、創部38年目にして悲願の初優勝を果たしました。チームの指揮を執るのは石原和美監督、就任26年目で初めて全国へ導きました。目標にしては全国に、あ、本当に行けるんだっていうのは、まあ、もちろん終了のホイッスルが鳴った瞬間もまあ信じられない気持ちですけど、 2,3 日はちょっと夢のような、はい、そんな気持ちでした。今年は初めてこうインターハイ予選で決勝に行くことができて、まあ、あ、やれるかなって手応えは今シーズンは持ってたんですけども、はい、決勝の相手はインターハイ県大会決勝でも対戦した強豪羽黒。選手たちは夏に負けた悔しさを胸にリベンジを果たしました。全国への切符を勝ち取るため強化してきたことが、全員が各も必死に守るっていうところから入って、で、まあ、必死にボールを失わないまんまに勢いよく攻めるっていうか、練習から徹底しているのは1対1の強度を上げるなど、選手全員が守備への意識を高く持つこと。県大会では5試合でわずか1失点という結果につながりました。守備の要としてチームを牽引するのはキャプテンの松田選手です。日頃から守備の強度のそこで厳しくいくっていうのは練習の中意識してて、羽黒戦はもうディフェンスラインとキーパー含めてフォワード陣が1点取ってくれれば勝つ試合を自分たちは目標に守備をしているので、中の中りが1点取ってくれてもう自分たちは無失点に抑えるだけです。攻撃の柱の一人、エースストライカーの中んだかり選手、県大会決勝でもゴールを決めた頼れる選手です。日頃から人の裏を描くのが好きで、そういうのをなんか授業中とかにそのサッカーで考えて、人のやられて嫌なことを考えてたり、そうしたらサッカーでそれを通用して裏抜けが増えると思います。決めた瞬間はもう最高でした。堅守から素早い攻撃へ、1年生ながらトップ下で攻撃のタクトを振るのは佐々木選手です。スルーパスとかゴールに直結するパスが得意です。期待されているものが多いと思うので、その期待に応えられるように全力でプレーして1回戦まずは絶対に勝ちたいと思います。来週28日に開幕する全国高校サッカー選手権大会、山形明誠1回戦の相手は鳥取県代表米子北、高校年代最高峰プレミアリーグに所属する強豪校です。いや、ものすごく楽しみですね。もううちらは失うものがないので、なんならもう一番強い優勝候補とやれるのは、まあ、嬉しいな、ワクワクしてます。
守備から入って自分たちの持ち味である攻撃も自分たちらしく挑戦者の気持ちで向かっていきたいなと思います。16大会連続で初戦敗退しているので山形県勢がまずは1試合初戦突破するのが目標で、その中で勝ち続けて一戦一戦しっかり勝ちたいなと思っています。高校サッカーの晴れ舞台全国選手権、初出場の山形明誠の活躍に期待しましょう。モンテディオ山形の情報をお伝えするブルイズモンテディオ、今週は藤本義樹選手の貴重な未公開トークをお届けします。去年藤本選手は15試合で7ゴールと得点王を狙える活躍を見せるも、試合中に負った左膝の大怪我で戦線離脱。今年その悔しさを晴らすように38試合でキャリアハイに並ぶ10ゴールを決め、攻撃の中心としてチームを牽引しました。エースストライカー藤本義樹、最大の特徴は相手ディフェンダーとの駆け引きのうまさです。味方からのクロスだったりパスに本当最後の最後に的確なタイミングでマークを外さないとシュートっていうのはどうしても打てないので、動くタイミング、動く方向、動きの強さの緩急とかそういうのは僕はこだわってやっているっていう自負はあります。藤本選手の駆け引きのうまさがよくわかるゴールを見てみましょう。藤本選手は高井選手からのくさびを横山選手に落とした後、相手マークの背中へ。相手はその動きを首を振りながら確認しています。実はこの相手の背中へ隠れる動きは藤本選手の作戦。ここから横山選手がクロスを上げる瞬間、藤本選手は一気に前へ飛び出し、相手のマークを外した状態でゴールを決めました。このギリギリで動く駆け引きのうまさこそが藤本選手のストロングです。ディフェンダーの選手って相手の僕がどこにいるかっていうのを確認したいんですよ。でもボールも見なきゃいけないですよ。まあ、俺でいう味方の選手が蹴る瞬間にボールを見ないと、そのクロスがどういう軌道でゴール前に入ってくるのかっていうのが分からないじゃないですか。だから絶対蹴る瞬間にボールを見なきゃいけないんですけど、その蹴る瞬間に動いたら動きの初動がバレないんですよね、相手に。だからマークが外せるっていうことなんですけど、いいディフェンダー選手だったらボールがクロスが上がる前に、まあ、2回3回ぐらいこう首を振って僕を確認するんですけど、その首を振り終わったタイミング、2回目3回目の終わったタイミングで動き出せば、ちょうどそれが相手選手から見えない一瞬の瞬間で、あとはセンタリングがどこに上がるかっていうのは味方の選手の特徴とか体勢とか状況を見ながら、まあ、予測の部分、まあ、ちょっと賭けの部分もそこはあるんですけど、そのクロスの軌道に早すぎてもダメだし、ちゃんとゴール方向にボールを流せるようなタイミングで入る、前を取るのか背中を取るのかっていうのも含めてっていうこだわりはあります。プレーへの飽くなき向上心、それを支えているのは藤本選手独自の趣味です。だから趣味がもうそのサッカーを見ながら、このタイミングで動いたらここでボールをもらえたなとか、この動き違ったなとか、これ逆の足でシュートした方が良かったなとかっていうのを自分のプレーを止めながら考えるみたいなのを午後いつも練習終わってからやるのが趣味ってことでいいんじゃないですかね。そんなずっといつもだと、なんかそういう研究ね、なんかしたいんですよね、その自分のプレーをちゃんと自分の頭の中で言語化したいというか、同じシーンは来ないんですけど同じようなシーンは来るので、そのためになんかそういうのをするのが結構好きでやってますけど、努力を努力と思わずゴールのために最大限準備するストライカー藤本義樹。
来シーズンもたくさんの素晴らしいゴールを期待しています。今回は山形市のフォー君さんから、生後11ヶ月の娘さんが室内でサッカーを楽しむ様子を送ってくれました。ゴールを決めて喜ぶ姿が可愛いな。モンテディオ山形を観戦する時も拍手で一生懸命ゴールをお祝いしているそうですよ。入りました。モンテディオの山形の選手を一番見てる選手権だったら世界一と思います。それぐらいあの選手のことをしっかりと見ている自信はある。